どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。8月19日、今日の歴史3分講座。今、最もホットな乱、中仙台の乱ってなんだ？本日8月19日はですね、中仙台の乱が終結した日でございます。中仙台の乱をね、高校の日本史を選択された方は南北朝時代の始まり頃のところでね、登場してきたかなと思うんですけども、この戦いは今話題になってんですよね。まあ最もホットと言っても過言ではないですよ。なぜならば、この乱を起こした中仙台、これ人の通称名なんですけども、この中仙台誰のことかというと、北条時行さんという方なんですね。で、この北条時行さんが主人公の漫画、それが週刊少年ジャンプで、逃げ上手の若君というのが連載されてるわけですね。だから鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての本がね、今売れてるらしいですよ。で、中仙台ってあんまりね、こう聞き馴染みのない言葉ですけども、まあ、鎌倉幕府は1333年に滅びるんですけども、これまあ以前ご紹介しましたが、鎌倉に新田義貞が攻め込んできて、北条時行の父親である北条高時が一族と共に東照寺というお寺で自害をしてお亡くなりになって、それをもって滅亡とされてますけども、で、その後建武の神聖が後醍醐天皇中心に始まって、でそこから離脱した足利尊氏が独自の政権である室町幕府を開くわけなんですけども、で室町時代に入って足利家のことを東大と呼んだのに対して、鎌倉時代の権力者である北条家のことを仙台というふうに言ったんですね。でその間の時代にですね、北条時行が起こしたこの乱は仙台と東大の間にね、中にありますよね。その中で仙台が起こした乱ということで、中仙台の乱というふうに呼ばれております。で北条時行さんはこの乱を起こす2年前に、まあ、幕府が滅亡した時に鎌倉を脱出して、で北条家の家臣だった信濃の国の諏訪頼重を頼るんですね。まあ、この諏訪頼重は漫画ではかなりキーマンとして登場してますけども、まあ、一説によると諏訪大社の一番偉い方、大法理だったというふうに言われてますね。でそれから鎌倉はその建武の神聖という政治体制のもとですね、後醍醐天皇がまあトップなわけですけども、その息子である成吉親王がですね、鎌倉将軍府のトップとして派遣されるんですね。でそのサポート役を誰がやってたかというと、足利忠義という人です。この方は足利尊氏の弟に当たる方ですね。で幕府滅亡から2年後に、北条時行は諏訪頼重など建武の神聖に反発する勢力のバックアップを得てですね、挙兵するわけですね。これが7月のことです。で信濃の国から上野の国、群馬県から武蔵の国、埼玉入って、でその後東京入って目指したのは鎌倉ですね。で鎌倉を落としたのが7月25日だというふうに言われております。で当然鎌倉将軍府もですね、ただ明け渡したわけではないですね。その時進軍してくる北条時行軍に立ち向かうんですけども、足利忠義さん結構戦強いんですが、北条時行の軍勢が勢いがあったんでしょうね。その戦いに敗れて鎌倉を逃れてますね。でその時ね、後醍醐天皇側でも一個トラブルが起きてて、足利忠義が何を思ったかですね、後醍醐天皇のもう一人の王子である森吉親王を暗殺しちゃうんですよね。まあ、これ森吉親王が北条時行に利用されて、また鎌倉幕府みたいなのが復活しちゃうからっていう風に言われてんですけど、森吉親王は当然後醍醐天皇側だから、そんなわけもないと思うんですけども、まあ、謎は多いんですよ。でお亡くなりになったお寺、東光寺というお寺なんですけども、今お寺はなくなってて、そこに建てられたのが神社で鎌倉宮というのがあって、そこが森吉親王を祀っている神社となってますね。で近くにも森吉親王のお墓があったりとか、であの神社に森吉親王を閉じ込めてたという牢獄がありますね。まあ、森吉親王、一応この人も征夷大将軍に天武の神聖の中で命じられるんですけども、父親とちょっと仲悪くなってしまって、天皇の位を奪おうとしてるっていう風に、足利尊氏とか、あとは後醍醐天皇の側室で、あの蓮氏さんっていうすごい愛されてた側室の方がいらっしゃるんですけども、その方にちょっとはめられた形になって鎌倉に送られて、でそこで閉じ込められてたんですけども、まあ、単純に忠義さんがもしかしたら足手まといになるからといって殺してしまったのかもしれませんね。まあ、そんなドタバタもありつつ、後醍醐天皇方は鎌倉を脱出して、北条時行が2年ぶりに鎌倉に帰ってきたわけですね。ただ今日8月19日終結って言いましたよね。早いですね。1ヶ月も経ってないですね。で約20日間だということで、この中仙台の乱というのは別名20日仙台の乱なんていう風にも呼ばれております。で何をもって終結かというと、北条時行を擁立してこの乱を主導したその諏訪家の諏訪頼重さん、そしてその息子の時次さんがですね、正長寿院というお寺で一族自害をしてお亡くなりになったということで、中仙台の乱はこの日をもって終結ということですね。で北条時行はどうなったのっていうと、この時もね脱出してるんですね。実に逃げ上手なわけです。
ですよ。でまたね姿をくらました後南北朝時代で南朝として戦うんでね、まあこのあたりは以前ご紹介した動画の方をご参照いただければと思うんですけども、あとはこの中仙台の乱で歴史が動いたのは足利尊氏がこの乱を鎮圧するために後醍醐天皇のちゃんとした許可をなく出陣してるんですよ。でその時征夷大将軍の役職をくださいって言ってるんですけど、それもね断られてるんですね。でこの中仙台の乱を鎮圧した後足利尊氏は鎌倉を拠点にするんですね。で独自の政権を作ろうとするんですよ。で後醍醐天皇は放っておけないのでそれを鎮圧に向かわせるんですけども、それ向かったのが新田義貞とかなんですけども、その軍勢を足利尊氏は破るんですね。これ箱根竹の下の戦いっていう風に言われてますけども、これがこの中仙台の乱が起きた年の年末ですね、12月。で翌年に足利尊氏は上洛を果たして後醍醐天皇を京都から追い払うんですが、今度は後醍醐天皇を支えようとする新田義貞や楠木正成や北畠顕家などの軍勢によって九州まで追われて、ただその後足利尊氏が再起を図って上洛を試みて、でその途中で起きたのが湊川の戦い、ご紹介しましたね。で後醍醐天皇は京都を離れてその後吉野に行くわけなんですけども、こっちの勢力が南朝で京都に入った足利尊氏が北朝ということで南北朝時代が始まっていくということですね。中仙台の乱、逃げ上手の若君のクライマックスの一つでしょうからね、どう描かれるのか楽しみですね。以上、8月19日、今日の歴史3分講座でした。今日も一日、頑張る歴史。